オラクルリナックスはオラクルによるレッドハットエンタープライズリナックスをベースとしたリナックスディストリビューションの一つ。セントエスと同じようにリルから商標やロゴの差し替えを行い再構築したディストリビューションでリルとの互換を目標としている。オラクル製品に最適化したアンブレイカブルエンタープライズカーネルが利用できる。オラクルアンブレイカブルリナックス サポートプログラムにより比較的安価な価格で優勝サポートを提供する。また、サポートサービスの利用を希望しない場合は、ユーザー登録を行うだけで無料で利用することも可能である。オラクルデータベースや Web ロジックサーバーなどの自社製品の運用環境を提供することが目的の多くを占めており、同社のサーバー製品のエクセダタに採用されている。 一般的な意味では、レッドハットによる優勝ディストリビューションリルとリルをベースにし、リルとの互換環境を無償で実現しようとする、セントエスやサイエンティフィックリナックスなどのディストリビューションの間を埋める製品として、リルと同じバージョンや操作は必要だが安価なサポートを求める企業などを対象にしている。なお、リルではサポートされている。 IA-64 アーキテクチャやパワー PC アーキテクチャ向けのサポートは提供されておらず、I386 や X86 から64といった PC アーキテクチャ向けのみに限られている。また、セント S などとは異なり、デスクトップ向けのアプリケーションも、標準ではインストールされないため、デスクトップ用途で利用する場合は、 該当するパッケージを手動でインストールする必要がある。オラクルは、オラクルリナックスを2つの異なった、リナックスカーネルと共に配布している。オラクルは、アンブレーカブルエンタープライズカーネルは、完全に、リルと互換性があると宣伝している。オラクルは、これは、オラクルのミドルウェアや、サードパーティーのリル認定アプリケーションをインストールし、実行することを許すとするが、 どのようなリファレンスやサードパーティーによる文書も提供されていない。オラクルエンタープライズリナックスはリルと直接競合する製品でレッドハットから多くの顧客が流れることが危惧された。これに対しレッドハットはオラクルのエンタープライズリナックスはリルと完全な互換性がないことを発表しオラクルに乗り換える場合の問題点を公表し対抗した。ありがとうございます。